はいどうも、全国のスラッシュアックス界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、最強の属性スラッシュアックス5本をね紹介していきたいなというふうに思っておりまして、各属性で最強のスラッシュアックスどれなのっていう話あると思うんですよ。スラッシュアックスももちろん5タブに漏れず属性が強いです。手数がかなり多いですし、強属性瓶っていうね、あの瓶の、結構都合もあるんで、属性がね高くなってる武器って結構強くてですね、で、今日は全属性の、僕が思う最強のスラッシュアックスはどれかっていう話をしていきたいなというふうに思います。まずね、雷属性から。雷属性については、この混合核2っていうこのラージャンのスラッシュアックスが最強だと思います。これ結構タイムアタック勢とかもね使ってる武器だと思うんですけども、緑ゲージなんですよね、この武器なんで、ドンキ使い心眼、ドンキ心眼ドンキっていう運用方法になるんですが、雷属性値は20っていうそこそこある、属性値 でしかも回心率が 15% あり、さらに強属性瓶であると。強属性瓶っていうのが、めっちゃ強くて、元気瓶とかと同じぐらいね溜まりやすい、覚醒ゲージ、覚醒状態に持っていきやすい武器になってるんですね。なのでこいつが、雷属性は一番強いで、装備はちょっと全部まとめて後で紹介しますんで、とりあえずね最強のスラッシュアックスどれかっていう話だけ全部しちゃいますね。で、雷はねいろいろね比較対象あるんですよ。例えばこの雷神のスラッシュアックスとか、あとこの神王ガのスラッシュアックスとかあるんですけど、やっぱり、ね、結局ね強撃瓶とかなんですよね、この雷神王ガは。でこいつは打点が低いしっていう問題があって、やっぱね結局ね使ってる感じ、これが一番強いですね。210、しかもドンキスカイ神眼っていう、これが一番強いと思ってます。そしてお次は水属性ですね。水属性は D ビジョン、オロミドロの武器、これが一番強いですね。なんでかっていうと、水属性値がクソ高いんですよ。42っていうね水属性値してまして、しかも強属性瓶であると。でしかもスロットが優秀、これ、ね、攻撃力はね少し低いんですよね。180っていうかなり控えめな攻撃力になってるんですけども、水属性42っていうのがめっちゃ高くて、これがね僕はちなみに快進撃属性っていうねスキルを使って、この武器使ってるんですけども、ものすごいダメージ入りますね。テオテス型の頭とかぶん殴るとめっちゃダメージ入るんで、これはねめっちゃ強い。これ水はこれ水はね、他にもね、比較対象は、例えば、この、魚、ジュラトロスか、ジュラトロスとかの、スラッシュアックスとかも一応あるんですよ。なんですけども、しかも、打点結構230とか高いんですよね。高いんですけど、水属性値25なんで、快進撃属性っていう、なんかそのぶっ壊れスキルを使った場合、こっちの方が強くなるんですよ、ダメージ的に。なんで、こいつが1位かなと思ってますね。一応、水だと、あとこれとかね、玉水のやつとか。これもあるんですけど、これは強撃瓶なんで、ちょっとやっぱ俺嫌です。強撃瓶、溜まりにくくて本当使えないので、使いにくいんで、これ嫌です。お次は竜属性。竜属性は、このね、グンダリっていうね、これ天狗獣のやつ。これが一番強いかなと思ってます。なんでかっていうと、滅竜瓶ね、溜まりやすいんですよ。覚醒状態に持っていきやすい。スラッシュゲージが溜まりやすいんで。めっちゃ強いっていうのと、あとこれね、匠2で白出るんですよ、白ゲージが。これが優秀ですね。白ゲージで合人研磨運用して、滅竜瓶で物理プラス属性ダメージも与えられるんで、竜属性弱点のモンスター、主リオレイヤとか、それからなんだろうな、ナルハタダ姫とか、ああいうなんかモンスターに持っていくんだったら、こいつも結構ありかなと思ってて、やっぱね、滅竜瓶がね、嬉しいですね。毒瓶と同じぐらい溜まりやすい武器なんですよ。一番溜まりやすい瓶なんで。なんで、こいつが1位かなと。竜属性はね、いくつかね、方法があって、このフォールドラケットとかね、これも結構ね、強いんですけどね。スロット空いてたりとかするし、強撃瓶なんですよ。強撃瓶がね、とにかくね、今作は弱くて、僕はちょっと好きじゃないですね、強撃瓶は。なんで、今回は強撃瓶以外の武器で、基本的に固まってるかなと思いますね、紹介する武器は。この風神とかも一応竜属性なんですけど、強撃だし、竜属性値に11しかねえし、なんかこれは別に弱いなと思ってますね。ちなみに、まだ作ってないんですけど、このね、スメルセクリっていう、これはね、意外とね、ワンチャンあるなと思ってて、これ強属性瓶でしかもスロットめっちゃ強いんですよ。で、竜属性値もそこそこあるんで、これはね、ちょっと使ってみたいなと思ってます。ちょっと、まだ素材が揃ってなくて、こっちのめんどくさくてやってないんですけども、これはね、ワンチャンありそうな気がしてる。使っ
ってみるけど、一応。ただ今のところはグンダリでいいなと思ってて、白ゲージが出るからね。なので、グンダリでいいなと思ってるけど、これはちょっと使ってみないとわかんないなって感じですね。で、お次はね、氷属性。氷属性はゴアフロストアンバー。これが一番強いです。なんでかっていうと、まあ、会心率が高いっていうところですね。もともと 30% あるんですよ。なんで、会心率が高いっていうことは、まあ、超会心とか、ああいうね、クソ火力、多系スキルと合わせて使える。さらに、これ、強属性瓶なんですね。これも、中間くらいの溜まりやすさ持ってるんで、強撃瓶より全然使いやすいということで、しかも、まあ、氷属性も29と、まあ、悪くない数値になってますね。なので、まあ、こいつは強いかな。まあ、切れ味がちょっと若干、青ちょっと短いなっていうのと、攻撃力が少し低いなっていう ところはありますけれども、氷属性はこいつが一番強いかな。まあ、TA 勢とかもこればっかり使ってたりするし、ラージャンとか行くんだったらこれだね。氷はね、このウルクススのやつとかも一応あるんですけども、まあ、これちょっと打点が低いっていう点があるし、回心率がないでしょ。でクシャウダウラのやつはこれ強撃瓶なんですよね。まあ、属性値高いんで優秀なんですけども、まあ、でも強撃瓶がやっぱね、使いづらい。かっこいいけどね、見た目かっこいいけど、ただ強撃瓶なんで、ちょっと僕は嫌だなと思って使ってません。で最後、火属性ですね。火属性はね、このね、フラムシスカっていうアンジャナフの武器、これが、ね、一番強いかなと思ってますね。これ火属性結構難しいんだよな。火属性結構ね、リオレウスのやつとか昔から強かったんですけども、今回強撃瓶が弱いんで、まあ、これかなと思ってますね、今のところ使ってる感じ。攻撃力が230っていう数値持ってて、で火属性20で回心率がマイナス 20% あるんだけども、スロットが非常に優秀で強属性瓶であると。結局瓶なんですよね。さっきから全部紹介してる瓶、強属性瓶とかばっかりだと思うんですよ。これね、強撃瓶はね、やっぱりね、使いづらくてマジで弱いから、強属性瓶でとりあえず探した方がいいと思うんですよ、スラッシュアックス使うんだったら。なんで、強属性瓶であるっていう点でこれが一番強いかなと思ってます。マイナス回避 20% 気になるけどね。まあ、ただ打点がそもそも230で高えっていうのと、ドンキ使いとかもワンチャンいられるんで、ゲージ青すぐなくなるから。火はね、この辺とかね、もうありましたけど、これ弱いでしょ。これ打点が弱いで、カリューは一応作って試しましたけど、やっぱ強撃瓶弱すぎるんで、ちょっと違うなっていう感じ。装備をね、バーっとまとめてね、紹介していきたいなと思うんですが、混合核のラージャンのスラッシュアックスを使った装備ですね。こいつのね、この装備はですね、ドンキ使いと心眼を採用してまして、こんな感じになってます。要は緑ゲージなんですよね。この武器はこれ緑ゲージなんですよ。なんで心眼ドンキ使いっていうパターンですね。緑ゲージ以下の時に攻撃力を1倍してあげるっていうのと、心眼レベル2で弾かれないように攻撃していくっていう感じですね。であとはもう本当、属性スラグハッピーセットみたいな感じですけども、属性強化 と、強化持続と高速変形ぶち込んで、で砥石を高速化余ったところに入れて、で見切りにも入ったんで一応入れました。これもともと回心率 15% あるんで、まあ、25% までなります、回心率は。で攻撃レベル7を入れてあげるっていう、まあ、物理に寄せてる感じですね、このラージャンの武器は。で、オロミドジュラレックスジャナフインゴットで使ってる5石は、高速変形に、雷属性攻撃強化121っていうやつですね。で装飾品は、あんまりねこれね5石も同じやつ持ってないと作らないから意味ないと思うんだけども、攻撃研磨研磨研磨ドンキ心眼雷光雷光雷光、紅葉雷光って感じになってますね。本当自分の持ってる5石でスキルシミュレーターかけてもらって、このスキル参考にしてもらって、作っていただけるのが一番いいのかなと思います。で次はね、水属性。これ属性改心を採用したこの水属性スラッシュワックスなんですけども、これはねまあポイントとしてはこれですね、会心撃属性レベル3っていうこの、スキル。効果発動時、会心が発生した場合属性ダメージが 1.15 倍になりますよと。でさらに水属性攻撃強化も入れてるんで、これで水属性攻撃値を 1.2 倍して水属性、攻撃値にプラス4されるよっていうことなんで、まあ、こことここで完全に水属性のダメージを増やしてあげるっていう、そういう運用にしました。これはなんでかっていうと、この D ビジョンの属性値がそもそもめっちゃ高いからです。他の武器と比べ物にならない水属性値、まあ、20とか30台じゃなくて48っていうね、バカみたいな数字になってるんですよ。これが強いということで、この武器だけは会心撃属性を入れました。これはさっき属性値が高い武器だからっていう意味ですね。全部にこれを入れてやっていくのは良くなくて、これなんでかっていうと、属性値が高いければ高いほど倍率が
かかって高くなるんですけども、属性値を例えばとか10を 1.1 倍してもまあ11じゃないですか。だからあんまり恩恵ないんですよ。ただ50を 1.1 倍すると55になるんで、これは強いと、そういうことですね。だから属性値が高い武器で会心率が高い武器はまあこれ使っていいかなと。で、会心率は弱点特攻 50% プラス見切り7で 40% にしてますんで 90% ですね。これが限界でした。僕のスキル構成的には。100% にしたければ、これ、力の解放とか、1積んでもらうとかですかね。まあ、これでいいんじゃないかなと思ってますけど。で、水属性攻撃強化で、攻撃値上げてあげる。で、投資用高速化は余ったから入れた。で、高速変形レベル3と、強化持続はいつもの通り。あ、これ強属性民なんで一応、強化持続でもなんとかなります。2でもね。はい。で、これ、おまけ、回避ラップ1はあった方が強い。みたいな感じですね。で、使ってる防具、オロミドジュラ、ウルクガブラ、カガチ。で、使ってる、装飾品は、見切り2、スロー2です。で一応、装飾品を見せておくと、属性改心、流水、で、通撃、研磨、達人、流水、側辺、流水、通撃となっております。これも、なんかさっき言ったように、こちらの、スキルをね、参考にしていただいて、シミュレーターかけてもらうしかないかなと思います。同じ5席持ってる人だったら、同じやつで組めます。で次、竜属性ですね。竜属性の、この、グンダリっていう武器は、これ匠でね、さっき言ったように、白ゲージが出るんですよ。なので、匠、白ゲージ運用にしました。スキルはこんな感じになってまして、匠2で、白ゲージ出し、で、強化値、間違えた。なんだっけ、合人研磨。合人研磨と砥石を高速化で白ゲージを維持するという。まあ、そういう立ち回りですね。で、あとは、ハッピーセット。強化持続レベル3と高速変形レベル3。に回避レベルアップ1みたいな感じですね。で、竜属性値上げてあげるように、5まで積んでるのと、まあ、これは物理上げてあげました。白ゲージあるんでね。なんで、その物理攻撃力を上げてあげるように、攻撃力をレベル6まで上げております。まあ、レベル7までできる人いるかもしれない。紙を守ってればね。で、防具、オロミドジュラ、これなんていうんだ。マガイマガトのやつ。で、ジャンナフ、デスギア。で、5席は、合人研磨、2っていう。やつにスロット1っていうやつをつけてます。で装飾品は、紅葉、攻撃、研磨、攻撃、ハリューみたいな感じですね。これのね5石はね結構ね弱いんで、僕持ってるやつこれなんで、これはなんか皆さん作れるんじゃないかなと思いますね。で、ゴアフロスタンバーのね、装備は、こんな感じになってまして、この武器ね、元々のね回心率が 30% あるんですよ。なんで、回心率上げてあげれば、まあ、超回心がね、使えるかなと思って、こんな感じにしております。見切り7と、弱点特攻2と武器の回心率 30% で、100% に回心率を持っていき、で、超回心3を発動するという感じですね。攻撃に振って弱点特攻、まあ、3にしてもいいと思うんですけど、まあ、どこ殴っても、やっぱり回心率が発生するっていうのが見切り7のいいところなんで、どこ殴っても、まあ、回心率、上げて超過信3っていう風にしたかったんですよ。なんで弱点特攻は2に落として見切れを入れているって感じですね。これはまあお好みで、弱点特攻を3に落とすと多分攻撃とか4くらいまで詰めんじゃないかなっていう感じするんで、これお好みで変えてください。で、氷属性攻撃強化、レベル5をぶち込んで氷属性値上げてあげるっていうのと、超過信で物理攻撃力を 1.4 倍にしてあげる。で、強化持続と高速変形はいつものハッピーセットで、砥石を高速化レベル3がないと切れ味すぐなくなっちゃうんですよ。これ結構ね、この武器ね、切れ味がね、若干問題で。なんで、今回はそんな感じの、スキル構成にしているっていう。で、体術とかはおまけですね。回生のおまけ。まあ、おまけですけど、まあ強いですね。普通について。で、回避ラップレベル1はつけている。ひるみ軽減レベル1もつけていると。ノリ名人とかいう謎のスキルが、発動してるんですけど、まあこれもおまけです。で、防具は、カイザー、クラウン、ジュラ、ウルク、オロミド、カガチで、使ってる、5席はね、高速偏見に、ノリ名人1、2、1っていう、まあ、ノリ名人はいらん。一応、装飾品ですね。装飾品は、通撃、対象、研磨、通撃、氷結、側辺氷結、超新氷結、超新氷結っていう感じになっております。で、最後に、火属性ですね。これがね、一番ね、構築難しかったんだよな、確か。一応、僕が使ってる、のは、こんな感じの装備になってまして、攻撃7と挑戦者3っていうね脳筋力すごいな。で、ドンキ使いに、入れてます。これね、この武器ね、すぐ緑ゲージになるんですよ。なんで、しかもなんか回心率マイナス 20% なんで超回心とか詰めないし、もうだったら物理に寄せちゃおうかなと思って、しかも属性値もそんな高くないし、
っていうことで、こんな感じしました。非属性攻撃強化もなんか元々属性値があんま高くないんで、あんまりなんか強くしても意味ないなと思ってて、なんでまあこれはこのぐらいに収めて、で攻撃ならと挑戦者3でなんかめっちゃ火力を上げると、そういうことですね。で、ドンキ使いでさらに火力を上げると、まあ、物理に寄せた、一応非属性もちょっと通るよみたいな感じの雰囲気のスラッシュアックス装備になってますね。で、境界族レベル3と高速変形レベル3はいつものハッピーセットで、砥石高速化レベル3をぶっ込んでる。で、新眼はドンキ使いで緑ゲージで殴ってること多いんで、まあ入れてる感じですね。で、回復ラップレベル1はあった方がいいみたいな感じで、オロミドジュラレックスジャナフハンターになっていて、使ってる5石はドンキ使い1挑戦者レベル2スロット3ってやつですね。で、一応、組織密食と心眼火炎攻撃攻撃研磨研磨研磨攻撃紅葉火炎火炎側変挑戦みたいな感じになってます。これはね、一番難しかったね。なんか非属性のねスラッシュアックスの組み方ね、皆さんもこういうのおすすめですみたいなのあればね、教えていただければ逆にっていう風に思ってます。個人的にね、ちなみに一番好きな属性武器はね、これ、この D ビジョン。見た目めっちゃかっこいいんですよ。見た目めっちゃかっこいいし、しかもなんか唯一無二のスキルしてるんですよ、これ。これ属性攻撃値が高くして、で、さらに快進撃属性っていう、これなんか、ザ属性武器みたいな感じの運用方法なんで、これが一番ね、俺は気に入ってる、自分で作って。テオテスカトル星行くときは結構これ使ってますね。ぜひ皆さんも一回作って試してみていただければというふうに思ってますんで、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。